ジュコーフスキーの紋章ジュコーフスキーが、都市型集落となり、同時に、有名な炭鉱夫で、労働英雄と呼ばれていたアレクセイ・スタハノフにちなんで、スタハノボと改名された。1947年に、死の地位を得た際、ロシアの空気力学の父、ニコライ・ジュコーフスキーにちなんで、ジュコーフスキーと改名した。ザギー本部とジューコフスキー市長者ザギー本部とニップ。 本部ジュコーフスキーには、MM グロモフ記念航空研究所、略称リー、及び中央流体力学研究所という2つの大きな研究所があり、ロシアの航空機の試験と設計を行っている。またジュコーフスキーからラメンスコエにかけての周囲には、実験のための大きな飛行場もあり、中には、長さ 5.4km、幅 120m というヨーロッパ最大級の滑走路もある。 ジュコーフスキー空港はグロモフ航空研究所が運営する飛行場でマックス航空ショーが各年で開催されている。ペレストロイカ以前は閉鎖都市であり、ジュコーフスキー市の人口の多くがこれらの研究所の職員とその家族であった。その他にも多くの企業や研究所が立地する。自走式対空ミサイル発射機システムや戦闘機の武器管制システムなどを手掛けるニップなど機械や 兵器の設計を行う研究所が複数あるほか、スホーイ、イリューシン、スポレフといった設計局を前身とする企業も研究施設やテストパイロット養成学校を置く。2008年には、ウラジーミル・プーチン大統領が、ジュコーフスキーに国立航空機製造センターを設立する大統領令に署名した。その他の産業には、機械工業、部品工業、製材所、 製紙工場、食品工場などがある。ネスレなどの外資も工場を置いている。ジュコーフスキーは、モスクワ州の陸上競技の中心地であり、ユーリー・ボルザコフスキーら多くの選手を生み出してきた。2005年には、新しい陸上競技場も完成している。ありがとうございます。